馬月は、死んだ馬の霊が人に取り付いて苦しめるという日本の会議、仏教説話集、因果物語、江戸時代の随筆、新著文集などに見られる会議で、明治時代の民族学者、早川幸太郎の著書、三州横山話にも記述がある。多くは、馬を粗末に扱った者が、馬の霊に取りつかれ、馬のように振る舞い、最後には精神に異常をきたして死ぬというものである。 妖怪研究家、田中墨は、仏教国としての日本ではかつて、獣を殺したり獣肉を口にすることは誤解に触れ、殺生を行った者は地獄に落ちると言われた俗信が、これらの付き物の伝承の背景にあるとの説を述べている。因果物語江戸時代の三州中村に、太郎介という男がいたが、彼は若い頃、馬同士の争いを止めようとして、誤って馬を殺してしまったことがあった。 その40年以上も後、40歳大半ばになった、タロスケは突然、馬屋に入って、馬のように泣き、雑水を飲み干し、死んでしまったという。また、同じく、三州の江村とおいう地に住む、樹泉という奉仕は、若い頃に、馬功労として働いていたが、寛永16年の春から突然、目を向いて、稲泣いたり、桶から雑水を飲んだりといった、馬のような挙動を始めた。 周囲の者は初めは悪ふざけだろうと思っていたが、その挙動は馬そのものであり、到底悪ふざけで行えるものではないということになった。周囲が心配して見守る中、間もなく死んでしまった。周囲は、奉仕でありながら若い頃の仕事の行いが悪かったため、生きながら畜生道へ落ちたものと話したという、新著文集淡国の国主、松平淡神が、ある時に飼馬をひどく虐待したところ、 馬は病気で死亡した。すると間もなく馬屋の者が、殿様は馬を十分に飼いならすまで馬に乗らないと言っていたが、殿様は俺を偽り、攻め立てて殺してしまった。この恨みはいつか晴らす。思い知れ、と叫び続け、精神に異常をきたしたまま死んでしまったという。また武蔵国八王子では、原犯罪者という者が馬に焼き芋を押すことを非常に好んでいた。彼の息子、 勘太郎がある年の元旦、従者と共に神社へ参拝に出かけたところ、鳥居の前で、なんと馬の血が多い場所だ。祠の前まで血だらけで足の踏み場もない。参拝どころではないので、帰ろをと言い出した。従者の目には、その日から、勘太郎は病に侵され、馬の泣き真似をするようになった。7日後に正気に戻った、勘太郎は父が馬を苦しめ続けた報いで、 畜生道に落ちる羽目になった、無念だと言った。その後に、勘太郎は再びもだえ苦しみ始め、ついに死んでしまったという。三州横山話、とうとう海国に早瀬の梅という男がいたが、馬に疲れて精神に異常をきたして以来、三河国に住み始めた。五十歳ほどで常に口からよだれを垂らしており、馬の死の知らせを聞くと、決まって、自分の腕に食らいつき、その知らせを追いかけた。 そのために、彼の腕は常に赤く腫れ上がっていたという、ジノハリマ国姫自販中に、村田ヤザ門という者がおり、十六、七歳になる、娘がいた。この娘が乱心したもののようにあれこれ口に出し、何かに恨みがあるような発言をしたため、カ事ギトをしたが効果が現れなかった。懲りの類であろうと考えたヤザ門は、娘に、しきりに尋ねるが、 私が懲りであろうはずがないと、きっぱり否定された。娘の祖母が私を情けなく殺した恨みから家を、たたるのだと言い、娘を殺し、血筋を絶やすと口に出した。いかなる恨みかと尋ねると、この家に飼われていた馬だったが、老いたために、乗馬の役にも立たず、草を踏むこともできなくなったことを祖母に話され、仕方がないから、のに放ち、捨てろと指示され、 馬屋橋の天狗国というところに捨てられ、ついに餓死してしまったということを語った。役立つ時は愛したのに、役立たなくなった途端に、このような不人をすると不満を口にし、そしてこの恨みを報いるのだと言った。そこで、あれこれ利害を解き、追善供養をしたので、娘の病気は治ったという。竹原修仙が、絵本百物語より、潮の長次郎潮の長次は、江戸時代の祈談集。 日本百物語にある馬月の祈願、潮の長次郎とも、加賀国に潮の長次という長者がいた。彼は自宅に300頭もの馬を飼っていたが、常々悪食を好み、死んだ馬の肉を味噌漬けや塩漬けにして、毎日のように好んで食べていた。馬肉が尽きたある日、長次は役に立たなくなった老婆を撃ち殺して食べた。その夜、長次の夢の中にその老婆が現れ、長次の喉に食いついた。 その日から、長寿が老婆を殺した時刻になると、長寿のもとに老婆の霊が現れて、口の中に入り込み、腹の中を荒らし回る日々が続いた。その苦痛は相当なもので、長寿は苦しまぎれに悪口増減し、自分が今までにしでかした悪事やありとあらゆるざれごとを吐き、苦しみ続けた。医療や祈祷など様々な手段を試みたものの、一向に効果はなく、百日ほど経って、 ついに死んでしまった。その死に様は、まるで重い荷物を背負った馬のような姿だったという、小説、ありがとうございます。